はい、それでは私、子ども環境学会の谷本と申します。本日は福島県との包括連携協定の歩み、緊急時から中長期にわたる支援ということで、最初に報告をさせていただきます。失礼しました。本日の報告内容です。今回は大きく4つの段階に分けて報告をさせていただきます。最初が1、緊急時の支援で、こちらは東日本大震災にかかる行動計画の策定と被災地の実態調査。2つ目の中期的支援では、子どもが元気に育つ復興まちづくりガイドラインの作成と福島県との包括連携協定の締結。そして3つ目の長期的支援では、福島っ子遊び力育成プログラムの作成と、子どもの体、心を育む遊び力普及事業等、そして最後、4つ目ですが、復興支援から継続的な支援へということで、福島保育環境向上支援事業と、福島魅力あふれる保育環境づくり支援事業について、ご説明をします。で、実はここに記載していること以外にも、いろいろな支援を学会として行ってきましたが、各段階で中心的な事業について少しポイントを絞って説明をしたいと思います。2011年3月11日に東日本大震災が発生しました。最初の緊急時の支援として、約1ヶ月後に東日本大震災支援特別委員会を設置しまして、緊急集会を主催しました。テーマは、東日本大震災による被災地の現状と課題としまして、学会会員および学会のさまざまな協力者の方々から、被災地の NPO、冒険遊び場づくり協会、被災者支援に関わる方々、専門家、研究者などからの報告がありました。さらにワークショップでは支援活動行動計画の提案ということで、被災者と被災地支援者とともに子どもに優しい街づくり、子どもの遊び支援、学習支援、乳幼児の生活支援、放射能汚染地域の生活再建という4つのテーマを設けまして、支援の行動計画の提案を行いました。そしてこの時から震災支援基金への募金活動もスタートしました。発災から1ヶ月という大変混乱した時期だったんですけれども、被災地を含めて各地から支援組織の関係者や専門家、研究者が集まりまして、行動計画の提案を行いました。で、さらにこの緊急集会の後、4月28日に東日本大震災にかかる行動計画を策定いたしました。で、こちらに基本理念と基本方針をちょっと書き出してあるんですけれども、特に基本理念の部分ですね、子どもの生育環境の視点に立った復興支援、2つ目に子どもの声に耳を傾け、子ども自身の回復力を被災地の活力とする支援、そして復興計画における子どもに優しい街づくりへの支援というこの3つの理念に基づいて、7つの基本方針を設定しました。で、基本方針に基づいて、特に3つの段階に分けて行動計画を策定いたしました。1つが緊急支援、およそ2、3ヶ月ですね、の期間。そして2つ目が中長期的支援、そして3つ目が長期的支援となっています。で、それぞれの段階において、先ほどの7つの方針に基づいて、どのような具体的な支援を行えるかということを明記して、これらを実行に移していきました。さらに、この行動計画を策定した際に、学会の支援プロジェクトのホームページを開設しました。で、こちらがですね、子ども関係学会の支援プロジェクトのみならず、会員ですとか、協力関係にある組織の方々の支援プロジェクトの報告も掲載しまして、支援に関わる情報共有のプラットフォームとして活用されました。現在もご覧いただくことができます。で、このホームページの冒頭の文章をちょっと紹介させていただきます。で、東日本大震災の支援で、子ども環境学会がやるべきこととして、子どもの参画による子どもに優しい街の再生を掲げました。
そこの、最初の文章なんですけれども、緊急的な支援はもちろん必要ですが、中長期の支援をしっかりと見据え、被災者の皆さんをサポートし、学会員が体験し、調査した被災地の現状の報告を受けて、しっかりと議論し、学会としてできること、やるべきことを行動計画として取りまとめ、早急に実行に移していきますという、そのように謳っております。で、これは当初から緊急支援だけではなく、中長期的な支援を視野に入れて取り組みをしていた、してまいりました。で、そのための最初の取り組みとして、復興庁の補助金をいただきまして、東日本大震災の被災地調査を行いました。これは現地調査のほかに、その自治体の首長や、復興関連、部局との意見交換も行いました。で、4月から5月にかけて、岩手県、宮城県、福島県の各地を調査団が訪問しまして、かなり詳細の調査を行いました。で、こちらの調査報告をまとめたものとして、学会誌、そして先ほどご紹介した被災支援のホームページでの情報発信も行っています。ちょうど発災から6ヶ月あたりですけれども、特集、東日本大震災子ども支援ということで、学会誌を作りまして、さらに学会主催の国際コンペ、子どもが元気に育つまちづくりということで、国内外から復興まちづくりについて多くの応募をいただきまして、これらを提案書の形で取りまとめました。次に2つ目の中期的支援、ちょうど発災から1年、約1年のあたりの支援についてご説明します。最初にこの子どもが元気に育つ復興まちづくりガイドラインをちょっとご紹介します。これは、社会福祉振興助成事業で、を打って行われたものなんですけれども、これを作るにあたって、被災地においてシンポジウムやワークショップ、参加型のワークショップを行いまして、その中で得られた被災地、それから被災者の、方々の声も反映させて策定したガイドラインになります。で、このガイドラインについては、2012年の子ども環境学会仙台大会で、子どもに優しい街づくりということで、復興再生をどうしていくかという情報発信を行いました。で、この中長期的支援の中で、実は緊急支援の段階から被災地の自治体さんとは少しずつ関係づくりが進んでいたんですけれども、この発災からちょうど約2年目ぐらいで、福島県との連携協定を交わすことになりました。2013年に福島県と子ども環境学会との包括的な連携に関する協定書を交わしまして、現在まで継続的にさまざまな支援を行っております。で、少しこの協定書の内容をご紹介しますと、1つ目が知的資源、物的資源の活用ということで、専門的見地からの助言や支援、ネットワークの強化、学会からの研究成果の提供、一方、県からは統計資料などの提供、学会が主催する各種行事への福島県の参画などがあります。2つ目の人材の育成に関することについては、講演会、研修会の内容充実、講師の派遣、民間活動者の育成などがあります。3つ目の共同で実施する事業の企画、調整及び推進に関することでは、調査研究事業の企画、遊びサポート事業の講演会企画などがあり、最後の情報発信の促進に関することでは、学会による全国、世界への情報発信、県による子育て支援関係者への学会の活動紹介などがあり、これらにの内容で、さまざまな方面からの支援を行ってまいりました。ちょっとこちらの図をご覧いただきたいんですけれども、これは平成25年度に福島県の子ども子育て支援についてまとめた図表になります。で、健康、発育、教育、それから子どもの夢、笑顔、社会全体で子育て支援という、4つの領域について、さまざまな部署で行われている施策についてまとめた図になります。で、こちらでこの全体を包括的にくくるものとして、ちょっと赤い丸で、太い赤い丸で囲んであるんですけれども、一番下のところにあるものですけれども、こちらこの全体の施策を包括する形で、
震災を踏まえた子育て環境に関する調査事業というものが設けられまして、こちらを子ども環境学会が受託しました。で、この調査結果をベースにしまして、2015年から2019年度の福島新生子ども夢プラン5カ年計画に、この調査内容が反映されました。で、こちらの調査を少しご紹介したいと思います。福島県保健福祉部子育て支援課より受託したもので、2014年に報告書をまとめました。で、この報告書によって今後の包括的な子ども子育て支援の方向性の提を示したのですけれども、どのような調査だったかといいますと、1つ目、4つありまして、1つ目は子どもがいない方、就学前児童の保護者、小学校児童の保護者、計5400人への、まず県民のアンケート調査。2つ目は子どもへのアンケートということで、小学5年生、中学2年生、高校2年生、計3260人への、アンケート調査。3つ目が、県の子育ち・子育て環境づくり推進、委員会の会議の委員の方、保育所・幼稚園関係者、復興支援団体、遊び場運営者などの団体さんへのヒアリング調査を行いました。さらに、子どもの声を施策に反映するためのモデルとして、中高生の参画ワークショップを、実施しまして、アクションリサーチという、手法でですね、調査を行いました。で、これらの4つの調査をまとめてこの報告書を作成し、これが先ほどの、ユネプラン5カ年計画に反映されることとなりました。で、こちらの福島県での取り組み、ですけれども、2015年に、子ども環境学会福島大会で、これら一連の福島県での取り組みについて報告を行いました。また、メインフォーラムでは、子ども未来局、福島県の子ども未来局、それから福島市、いわき市、大熊町、板手村などの、各自治体の市長が、登壇されまして、復興まちづくりについて発表し、参加者も交えて議論を行いました。で、こちら、3つ目に長期的な支援についてご説明をします。で、ここではこの段階からは長期的な支援においては、特に子ども環境学会が多様な研究者、実践者が集まっている学会なんですけれども、特に子どもの遊びを充実していくということに、子どもの遊び環境を充実していくということに焦点を当てながら支援を行ってまいりました。で、2015年3月に子どもの遊び環境サポート事業の一環として、福島っ子遊び力育成プログラムというものを作成しました。で、このプログラムは子どものフィールドで活動する保育士さんですとか、あるいは子どもの支援を行っている団体さんの支援者に活用してもらうことを目的としまして、例えば福島県の子どもの、現状ですとか、あるいは多様な遊びの重要性、多様な遊びを誘発する環境づくりはどういったことか、さらに特に運動遊びとか群れ遊びといった体を積極的に動かすような遊びをどのように楽しく導入していくか、そういうポイントを具体的に示したガイドラインに、プログラムになります。で、これらは現場の方々が活用しやすいように、こちらがそのプログラムの一部、ちょっと細かいんですけれども、活用しやすいようにイラストですとか図をたくさん盛り込みまして、非常にこう分かりやすく解説をしています。で、これを実際に活動の中で普及していく、活用していただくために普及していく事業というものも同時に進めてまいりました。で、一緒に行ってきた事業、普及事業というのが2つありまして、1つが、子どもの体を育む遊び力普及事業、で、もう1つが子どもの心を育む児童巡回事業、この2本柱で進めてまいりました。で、こちらは福島県の子ども未来局から受託しまして、16年度に行ったんですけれども、こちらの、これらの授業では、現場の保育士さんの、との交流ですとか、ワークショップを行って、
そこで働く方々がどのようなことに課題を感じているかということ、声を拾っていくということを大変大事にして、このプログラムを、進めてまいりました。で、ここにいくつかちょっとご紹介したいと思うんですけれども、講習会に参加された方々からの声として、震災以降の子育て環境についての課題が多く上がってきました。ちょっとご紹介させていただきます。例えば、走り方を知らない子どもや遊びの中での怪我が多く、ダイナミックに遊べないといったこと、生活における遊び場の制限による意欲の低下であったり、失敗を含めての体験、経験の不足、保護者の育児能力低下への危惧であったり、保護者とのコミュニケーションにおける問題、異年齢、学年、地域の方々との交流や関わりが少ない、地域での子育てに対する社会環境の変容が変わってきている、社会環境が変わってきている。さらに、震災時に乳幼児だった子どもの無気力や無感動、自然の中での遊びができないことによる補完などの発達、発育への懸念など、またそれらを支える、専門職である保育士の不足、かなり細かいアンケートを取って、報告書にもまとめたんですけれども、このような課題の多くの声が上がってまいりました。で、これらに対して、どのように学会としてサポートしていくかということで、その後の支援が継続されたんですけれども、その一つがですね、主催が福島民友新聞社主催で、福島元気アッププロジェクトという事業がありまして、こちらと、2017年度から現在まで、共同して、福島育成セミナーというものを開催しています。で、このセミナーの前半はイベントを、ね、なあのみんなで楽しく体を動かす、谷蔵さんというちょっと有名な方を呼んでですね、体を動かす実技編で、その後半分がですね、遊び力育成講座となっていまして、こちらが子ども環境学会から講師を派遣して、遊び力育成プログラムの普及版の小冊子を作りまして、こちらを活用して保育士さんや NPO 関係者への情報提供やアドバイスを継続して行っています。で、最後、今度は最後の4番目なんですが、復興支援から継続的な支援ですね。復旧復興の後、大体9年目、10年目から現在に至る支援についてご説明をします。で、この震災から約10年以降ということで、今、新たな段階に進んでいます。で、その最初がこの福島保育環境向上支援事業でして、2020年度から3カ年で実施した事業になります。3年間で全23園に、特に環境、園庭を中心とした保育環境の改善のアドバイスを行い、改善後の検証を行うという事業の内容になっています。で、特に福島県は東日本大震災の被災地の中でも、震災原発事故という、特殊な事情があったこと、さらにその環境の回復ステップに応じて、どのように保育環境を充実させていくかということが、非常に難しい問題でもありました。ただ一方で子どもたちの育ちっていうのはどんどん進みますので、その中でいかに質の高い保育を展開していくか、保育環境、そして保育の質をどのように高めていくかっていうことを、福島県、そして保育士さんたちと一緒に考えてまいりました。で、ちょうどこの頃コロナのパンデミックが起こりまして、当初予定していた訪問による指導ということ、アドバイスということができなくなったんですけれども、リモートで実施しました。で、当初これうまくいくか不安があったんですけれども、実は映像同時配信、リアルタイムで配信しながら、複数の専門家が関わりまして、園の方で、ここをこのように改善したい、現状、そしてこれをどのように改善すれば、子どもの遊びや保育環境、保育の質の向上につながるかという相談に丁寧に応じることが、じっくりリモートで話すことができまして、そういった、手厚いアドバイスをすることができました。で、改善前から改善後でどのような変化が起こったかっていうこと、そのための検証のワークショップも、
行いました。で、実はこの時に応募された園っていうのはいろいろな園がありました。福島県と一括りに言っても、山側会津の方、それから中通り、そして右側のいわきの方ですとか、例えばですね、原発事故の影響で園庭の植栽がすべて取り払われて、土が入れ替えられて何もなくなってしまった園庭ですとか、土が悪くて植物が生育しない、水はけが悪い、まあ、そういうような問題を抱えた園、あるいは津波で園舎ごと流されて移転を余儀なくされた園、まあ、ゼロから新しい土地でスタート、まあ、場所でスタートしたような園、さらに都市部への人口流入が進んで十分な園庭が確保できない園など、まあ、さまざまな園から相談がありました。で、ここではそれぞれの個別のお悩みごとに対して、まあ、アドバイス、サポートをしていくということになったこと、で、さらにこのコロナ禍でですね、実は東日本大震災の復興の過程で課題となっていたことが、このコロナ禍で顕在化してきたというようなことが、まあ、我々サポートしながら非常にこう実感する機会がありました。で、この遊びの制限による子どもの発達や発育への影響であったり、子育て環境における影響であったり、まあ、そういったコロナ禍で顕在化、より顕在化してきたことに対して、課題に対して、まあ、我々が復興支援で積み重ねてきたノウハウが、まあ、生かされたのではないかなと、そういうことを、まあ、有意義な支援ができたのではないかなと考えております。こちらの3年間の園庭改善の取り組みによりまして、それをまとめる形で、福島すくすくスケールというものを昨年度策定しました。で、これは保育の質的向上に資するスケールとして、特に3つの、内容で構成されています。1つ目が育ちの土台を作る遊びの理解ということで、まあ、若い保育士さんでもなぜ遊びが重要かということが理解しやすいように解説しています。2つ目が遊びの質を高める保育者の関わり方やドキュメンテーションの手法ということで、まあ、実際に保育士さんだけではなくて、まあ、子どもの、遊びなどに関わる支援者の方々にも活用していらい、いけるようなものを提案しております。で、最後に、この3年間で環境改善をした園の中でも、特に子どもの遊びに良い変化が現れた、保育の質にが向上したという、非常に好事例、まあ、良い実践例を、ピックアップしまして、遊びの環境構成で意識すべきポイントということで、例えば築山であったり、ビオトープであったり、移動式の遊具であったり、まあ、さまざまな他の園が参考にできるような実践例を、写真などを豊富に取り入れながら、で、今回この、スケールでは特に保育士さんの目線と子どもたちの目線ということを盛り込みまして、ちょっと小さくて見にくいんですが、真ん中は、まあ、保育士のそれぞれの園で観察記録をつけていただいて、いただいた写真があるんですね。で、これでどのように遊びが変化していくのか。遊び出して遊び切るところまでのプロセスをこういう場面で分かりやすく写真で示しています。さらに一番右なんですが、子どもたちが遊びながらどんなことを考えているのか、まあ、これも保育士さんたちの観察記録からピックアップをして、子どもたちの目線での実践事例の紹介をしています。で、この復興支援から継続的支援の段階で私たちが大事にしているのは、中長期の、このまあ一つ前の段階、中長期の支援では、プログラムの策定ですとか、普及ということに重点を置いていたんですけれども、この継続的支援では、まあ、より具体的な課題への実践的なアプローチ、あるいは支援を行っています。で、震災への復興で見えてきた課題、さらにコロナ禍を経て顕在化した課題、それが実は被災地だけではなくて、今、全国各地の保育の現場で同様の課題というものがやっぱり言われるようになってきております。ですので、まあ、ここで取り組んでいる継続支援で行っていることというのは、福島県のみならず、まあ、いろいろなところで生かしていけるのではないかと考えています。
で、今年度、新たな取り組みとしまして、福島県さんとは、福島魅力あふれる保育環境づくり支援事業というものを行っています。で、これまでの大変評価、満足度が高かった園庭改善の巡回指導及び改善後の効果検証がこのまま継続をしまして、さらに先ほどご紹介した福島すくすくスケールを活用した保育士、幼稚園教諭を対象とした遊びのワークショップをこの来月ですね、11月から約10円で、私たちのチームを組みまして、チームが巡回する形でワークショップを開催していきます。で、ここでもおそらく新たにまたこの10年を越して、現場の保育士さんが考えているさまざまな声というものを拾いながら、柔軟に支援を行ってまいりたいと思っています。で、こちらの、この3年間の福島県との取り組み、そして今後の取り組みについては、成果報告をホームページでご紹介しています。この2福島県との共同プロジェクトとして、子ども環境学会かける福島県で子どもの保育環境向上ということで、別にページを設けて詳細報告しておりますので、ぜひ皆さんご覧いただければと思います。で、以上で私から特に福島県との共同ということで、連携協定を中心にした子ども環境学会の支援についてご報告させていただきました。ありがとうございました。